井正明様です。続いてご登壇の方々です。株式会社西武ホールディングス代表取締役社長後藤隆。株式会社プリンスホテル代表取締役社長赤坂重義。株式会社プリンスホテル専務執行役員東京シティエリア統括総支配人武井沙希。株式会社プリンスホテル東京プリンスホテル総支配人石川学。東京プリンスホテルのリニューアルデザインを手掛けた ALD クリエイティブディレクター小坂龍様でございます。それではこれより東京プリンスホテルのさらなる発展を記念してセレモニーを行わさせていただきます。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。今映像は出ている状態です。今ちょっと遅れてますので、はい、今はない状態ですが出ている状態という想定です。ご登壇いただきました皆様に東京プリンスホテルのリニューアルを記念してこのステージより花びらに見立てた紙吹雪を撒いていただきます。そしてホテル壁面に映し出されたこの大きな桜を満開にしていただきます。そして満開になった桜はその後どうなるのか、さらには日没とともに本来は点灯している東京タワーも本日はまだついておりません。東京タワーにもご注目してご覧ください。それではまず小坂龍様と石川総支配人に花を咲かせていただきましょう。お二人はご準備の方をお願いいたします。皆様も一緒によいしょの掛け声をお願いいたします。せーの、よいしょ。桜が咲き始めましたね。この調子でどんどん咲かせていただきましょう。花を咲かせていただきましょう。お二人はご準備をお願いいたします。皆様も一緒によいしょの掛け声をお願いいたします。せーの、よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございました。桜が咲き始めましたね。この調子でどんどん咲かせていただきましょう。続きまして赤坂社長と武井統括総支配にお願いいたします。お二人ご準備はよろしいでしょうか。
皆様も一緒によいしょの掛け声をお願いいたします。せーの、よいしょ。ありがとうございました。かなりの桜の花で埋め尽くされましたね。さあ、それでは最後に武井港区長、後藤社長に満開にしていただきましょう。ご準備はよろしいでしょうか。皆様一層の大きな声でよいしょの掛け声をお願いいたします。せーの、よいしょ。桜の木も満開となりました。皆様盛大な拍手をお願いいたします。それではこの後プロジェクションマッピングをお楽しみください。